ハイゼル将軍、お呼びでございますか。ミーはあの憎き電子レンジマンを叩き切るため、お前を呼んだんでやんす。メグスビーマー、電子レンジマンをぶっ潰すざんす。俺の家に土足で上がり込むな、宇宙人野郎。バカな、もうここを嗅ぎつけるとは、もとい。そうざんす、待っていたざんす、電子レンジマンよ。お前の家を荒らしてな。見ての通り俺の家には何もないわ。カイゼル将軍、お前の最後の日は今日だ。いやざんす、死にたくないざんす。この宇宙人を差し出すから、どうか命だけはお許しを、電子レンジマン様。将軍、俺を売るなんて。仲間を売るた不定野郎だ、カイゼル将軍。だが俺の相手は二人だ。まずは貴様から死ね、目薬野郎。うわぁ。行く準備はできたか。電子レンジマン様、どうか弟子にしてくださいざんす。何でもするざんす。何だと？何でもするだと？そこまでして俺に仕えたいのか、カイゼル将軍。もう宇宙人としてこの町を荒らすのはこりごりざんす。正義のために生きるざんす。このたばかりに電子レンジマンが動揺している隙をついて、やつの目首をかぐざんす。よし、ならば俺の弟子になるにあたってのテストを行うぞ、カイゼル将軍。この炎に焼かれて生き残ることだ。いかん。マンションの幹部が次々と殺されているぞ。次は私が行きますわ。このチャイナウーマンが。